ロシア軍がウクライナ軍の反攻に備えているとの情報を入手したよ。なんでもウクライナ南部のメルトポリで、120キロにもわたる3層構造防衛陣地を構築しているらしいな。この防衛陣地がどれだけウクライナを牽制できるか見ものだね。さて今回は、そんなウクライナ軍の反転攻勢を恐れるロシア軍の内部事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ東部で激戦が続いているバフムートでは、民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が市街地の8割を制圧したと主張しているのに対して、ウクライナ軍側では否定するなどして戦況情報が錯綜しているんだけど、アメリカのシンクタンク戦争研究所でもロシア側が優勢で 76.5% を制圧していると分析していることから、ウクライナ軍が押されつつあることは間違いないだろうね。ロシア軍の攻勢がバフムートを除いて全般的に停滞している現状の中、ウクライナ軍は NATO 加盟国やロシアの侵略を明日は我が身と受け止める東欧諸国などからの軍事支援を受けて、間もなく反攻作戦を展開することが予測されていて、特に南部のザポリージャ州からアゾフ海に出てヘルソン州を奪還し、その先のクリミア半島の奪還まで視野に入れている可能性が高いと指摘されているよ。イギリス国防省が4月12日に発表した戦況分析を見ると、3月下旬頃からウクライナ軍がザポリージャ州メリトポリ市内や周辺にハイマースによるピンポイント攻撃を加えていることが記され、ウクライナ軍が反攻を仕掛ける公算が高まっているメリトポリの北方地域では、ロシア軍が120キロにわたって塹壕が掘られた3層構造防衛陣地を構築していることが衛星画像などから明らかになったんだ。この3層構造防御陣地に関しては、最前線にいる部隊の後方に援護部隊が2段階に配置される形となり、イギリス国防省では防御側の兵力が多く、後方からの砲撃による支援がある場合なら手強い防御陣地となる可能性があるが、東部バフムートに兵力を集中していると見られるロシア軍がこの地域に分厚い兵力を展開できているか疑問であるとの評価を下しているぜ。またアメリカのシンクタンク戦争研究所も4月11日に、ザポリージャ州にはロシア軍の特殊部隊が展開している可能性を指摘していて、ウクライナ軍の反攻を阻止する動きを見せていることを述べているが、これが精鋭スペツェナズを指しているかどうかは不明だな。この3層構造防御陣地に関しては、これまでのロシア軍の戦術として伝えられるような後方の陣地に特戦隊を配置するのではないかと見られているよね。これまでもロシア軍は最前線の兵士が戦線離脱して逃亡したり降伏したりすることを防ぐために、後方に特戦隊と呼ばれる部隊を配置して、命令に逆らって交代しようとするだけでも容赦なく味方部隊に銃を向ける部隊がいると噂されているからね。ロシア軍ではウクライナ軍兵士に直接撃たれるよりも、味方との同士撃ちや特戦隊によって射殺される兵士の方が多いのではないかと揶揄されるほど、その活動は徹底しており、戦争研究所が示している特殊部隊とはロシア側が発表していた。ウクライナ軍の新機械化部隊対策用に対戦車ミサイルなどを装備した部隊、あるいは特戦隊としての役割を担っている部隊ではないかとの見方をする意見も多いぜ。去年のハルキウ州における反攻作戦の時用に、ウクライナ軍は反攻作戦については慣行令が徹底され、信頼できる情報はほとんど出されておらず、今もザポリージャ州が有力視されていながらも絶対的な情報は出ていないよ。それは当然とする中で、ウクライナのデニス・シュミハリ首相は4月11日、アメリカの新聞によるインタビューで、ウクライナ軍の反攻は遅くとも夏までに始められると先延ばしの意見が出ていて、これまでウクライナ政府内で囁かれていた反攻開始の時期は4月下旬ないしは5月とする見方が多かったんだけど、一転して不透明になりつつあるんだ。この背景には、ニューヨークタイムズ紙が報道したアメリカ国防省の機密文書が漏洩して SNS などで流出した事件によって、ウクライナ侵略戦争における様々な情報が明らかにされたことが最大の理由として挙げられるんじゃないかな。ウクライナ側はこの機密文書に書かれた情報は古いものであり、この情報に基づいた作戦はすでに変更されていると発信したけど、それを言ったために、
その文書が本物であると事実上認める形になってしまい、各方面に様々な波紋を引き起こしており、それぞれの文書には意図的に改ざんされた痕跡があると言われているが、実際のところ何が真実であったのかブラックボックス化してしまったってわけ。特にウクライナの反攻計画に関しては、アメリカ紙ワシントンポストが4月12日にウクライナ軍が計画している、大規模な反転攻勢の開始時期に関して、天候や米欧からの軍事支援が到着しないなど複数の要因で遅れていると報じ、さらにはインターネット上にアメリカ政府の機密文書が流出した問題で、ウクライナ軍の弱点が明るみになったことによって事態が複雑化してしまっているとも指摘していて、親ロシア派の喜ぶ形になっているぜ。このような状況の中で次の日の13日には、アメリカ連邦捜査局 FBI は、アメリカ政府の機密文書を漏洩させた犯人として、マサチューセッツ州の空軍州兵の21歳の兵士を逮捕して幕を閉じようとしたね。FBI の調べによると、この兵士が機密文書を撮影し、オンライン通信サービスのディスコードの中で招待制のグループ内で共有したことが発端であると言われていて、このグループにはロシア人やウクライナ人などのメンバー25名ほどが参加していることから瞬く間に広がったんだと思うよ。この男性兵士は昨年末頃から週に数件のペースでアメリカ政府の機密情報をグループ内で共有し始めていたらしく、当初は機密文書の内容を書き写したものをアップしていたけど、次第に文書そのものを撮影した画像を共有するようになったみたい。このディスコードのグループメンバーの話によると、この男性兵士はアメリカ政府に対して否定的な意見を持っており、アメリカの情報機関が真実を国民に隠蔽していると主張していたらしく、ロシアなど外国政府の関与は全否定していたよ。これらの情報をメンバーの一人が2月末にディスコードの別のグループに機密文書の画像を転載し始めたほか、3月にはさらに別のグループに画像が投稿されるなどして拡散されていき、4月に入ってからは世界的に利用者が多いテレグラムやツイッターなどにも画像が流出して、一気に拡散したという流れだな。そして、FBI は13日に国家防衛機密を公の承認なしに移動させ保持転送したとして、アメリカ東部マサチューセッツ州の空軍州兵であるジャック・テシェイラ容疑者を逮捕したが、ディスコードで回っていた時点で気づかなかった FBI のお粗末加減も懸念する部分だと思うぜ。このテシェイラ容疑者は IT 技術者であったことから、若くして機密情報を扱っているアメリカ国防総省のネットワークへのアクセス権を保有していたために今回逮捕することができたってわけ。今回の機密情報漏洩の原因が判明したことで、今後は防げると見られているが、反攻計画に見直しを迫られたウクライナ軍の次の展開を考えた際に、どのような反攻作戦に出てくるかというと、おそらく大きな変化はないという見方が強いな。今のザポリージャ州におけるウクライナ軍の動きに注目すれば、メリトポリ奪還を目指しているのは間違いないし、あとは西側諸国からの戦車や弾薬の届くタイミングを見計らって実行し、その後は予想通りにクリミア奪還も見据えているんだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。